ムエルテ山はコスタリカのサンホセ州にある山である。標高3451メートル。インターアメリカンハイウェイのコスタリカのセクションの中での最高高度地点である。その名前は死の山を意味する。かつて徒歩や馬に乗ってセントラルバレーから山を横断するのに3日から4日間かかったことを意味し、多くの準備不足の旅人は、 寒さと雨に屈した。しかし現在は頂上の近くまでハイウェイが通っているので簡単にアクセス可能になった。ハイウェイからは車で通行可能な道が通信アンテナの一群のある山頂まで接続している。この高度では夜間気温が氷点下になることがある。しかし太陽が間もなく朝の気温を上昇させる。薄い澄んだ空気は日焼けの危険性が高い。 この山はコスタリカの東部から隣国のパナマ西部へ連なるタラワンカ山脈の山中にある。この山脈は地質学的に昔は火山島であった。それは構造隆起が起因して隆起し、他の山脈との分断は多くの動植物の固有種を発生させた。それはアンデス山脈の形成とかなりの類似性がある。高地ではパラモと呼ばれる生態系が広がる。 発育不良の低木や笹ササやヘゴ、およびブルーベリー、西洋すぐりや厚森草などのより小さい植物が生育している。それより低い地帯では自然植生は竹の低木層を伴った多くの森であり、カリスマ的なケツァールを見ることができる素晴らしい場所である。ムエルテ山で記録されている鳥類の種の50%近くはタラマンカ山脈の固有種である。 それらには、日のど蜂鳥、ヤブミソサザイ、メガネクロウタ鳥、ハシグロチャツグミ、ハシ流しとどやミヤマユキヒメドリが含まれる。ありがとうございます。